乙女様、長男嫁で乙女と同居しようとしない私にチク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 、乙女と一緒にチク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 、調子に乗りすぎて乙女の夫の前でもチクチクやっちゃった。少々マザコン気味の乙女夫アガツマが同居派と知って大喜び。先日めでたく親子リレーローンで水回り共同玄関のみ別の二世帯住宅完成、コトメの同居嫁生活が始まったよ。週末新居に招かれてる。今までみたいに同居の勧めとか長男嫁の心得をどんな風にトメコトメが語るのか楽しみ。もちろん発表するよ。トメコトメによる同居嫁心得南條。思い出しつつ今からわかりやすくまとめるつもり。いっぱい言われたからね。同居嫁は一番早く起きて一番最後に寝なきゃならないそうだよ。出かけるときは家族全員の承諾がいるんだって。心配かけないように歯医者以外の医者には3回に1回しかかからないようにとか、あと何言われたかな。スカートは膝元ってのもあったが、階段は手すりを使わず上り下りとか意味わからないよ。コトメトメはトメよりいびり指数断然高いいびりのスペシャリストだから必要ないかもしれないけどね。この連休に新居お披露目に行ってきたよ。2つの玄関の位置は離れてたけど必ず親世帯を通る素敵構造でした。家中どこにいても話せる内線充実。トイレの中にも内線あったよ。将来の在宅介護もバッチリエレベーター付き。車庫からのアプローチもお風呂も介護に配慮しまくり。お披露目中チクリチクリとコトメトメからの嫌味。私も食らった。トメは素敵な二世帯に目がくらみ、我が娘がチクチク嫁いびり目の前でされてるのに気づかず、廊下の端でこそこそ親子喧嘩になってた。トメはあんな二世帯にしたもののコトメのことを考えるとジレンマ中みたい。私の夫はあれ見て俺無理絶対無理とドン引き。子作り中の若夫婦の寝室と親寝室が薄い壁で隣同士ってすごい。将来真夜中親に異変があってもすぐ気づくための配慮だそうで、将来に配慮した家作りをコトメトメが演説してたよ。あんな家建てるのコトメもよく了承したなとある意味感心した。下世話な話だけど、後で夫がどうやってあんな部屋でするんだ、無理だろコトメ夫は男として健康なんだろうかと不思議がってた。コトメで戻ってきそうだな。